それで雲海のモーグリ族にこき使われたのか。なるほど、あのラッパは君の苦労の結晶だったわけだ。君の旅の話は飽きないな。報告として聞いた時とは違う発見がある。ずっとこの地で生きてきたというのに、君の目を通してみるとまるで別世界のようだ。いいものだな、旅というのは。まさか誘ってくれるのか。実は私も先にドラバニア雲海で見た風景を思い出しては、まだ見ぬ地を目指してみたいものだと思っていたな。喜んで君の誘いを受けたいと思うのだが、今まだ議長を引き受けたばかりの身。それはいつかの夢にとっておくことにしよう。君に助けられて、今やっとこの国は真の変革を迎えることができた。だが共和制への移行ですら変革のたった一歩に過ぎない。これからのイシュガルドは制度の面のみならず、民一人一人が変わらねばならない時期を迎えるはずだ。私の生きているうちに果たして安定するものか。先が見えない道だが、戦いに散った者のためにも進んでいこう。何よりこの目には今も蛇竜に向かって進む君の背中がしかと焼き付いているのだ。それを追わずに立ち止まることなどできるはずがないだろう。今新設された議会では、他国とどのように協力関係を築くべきか議論が進められている。無論当面は国内の平定が最優先ではあるが、先の合同演習についての恩もある。できることから協力をしていきたい。他ならぬ君にもだ。君に報いることが暁だけでなく、三国、ひいてはエオルゼアへの恩返しになるだろう。この地の民の誰もがそう信じて疑わないほどのことを君はやり遂げてくれたということだ。本当にありがとう。
ところで、これは議長としてではなく、ごく個人的な興味なのだが、君はこれからどうするつもりだ。暁としての目的というより、君自身の思いを聞かせてくれないか。お食事中、失礼いたします。フォルタン家の何かあったのか。はっ、そちらの英雄殿に至急お伝えすることがあり、無礼を承知で案内していただきました。先ほどサンクレット様が負傷したお仲間を連れ、フォルタン伯爵邸に駆け込んでいらっしゃったのです。アルフィノ様とタタル様が手当てに当たっておいでですが、あまり状態がよろしくないらしく、至急いらしてほしいとのことです。私も行こう。手を貸せることがあるかもしれない。ここからは、かの伯爵の回顧録には綴られない物語。終わりは始まり。英雄と呼ばれた冒険者は、こうしてまた歩み出した。彼方に広がる新たな戦いの舞台へと、まるで世界に導かれるように。彼女はアリゼ、アルフィノ様の双子の妹君さ。やられたよ、闇の戦士たちだ。ファルコンネストでの式典の後、連中の足取りを追っていたんだが、国営の森で闇の戦士に狙われたアリゼ様を助けてな。彼女も別の線から連中に疑念を抱いて、独自に追跡を続けていたらしい。一時は追っ手を完全に振り切れたと思ったんだが、クルザスに入る手前で奴らの一味に強襲された。はあ、アリゼ様は交戦中に毒矢を受けてな。急に呼び立てて申し訳ない。アイメルク卿も来ていただけて助かります。こちらは構わない。しかし妹君の容体は。応急処置は施しました。今すぐに命を落とすようなことはないでしょう。ですが症状が治まらず衰弱しきっている。妹アリゼは私と同じ祖父ルイゾワが命を懸けて守ったエオルゼアを見定め救うためにやってきたのです。しかしこの地で見たのは人同士のいさかいや欺瞞と綺麗事ばかりにも思える政治。
彼女はひどく怒り、悩んでいました。そして、そういった問題に関わろうとする私や暁と距離を置いた。彼女は彼女なりのやり方でエオルゼアの明日を模索すると言っていました。きっと今回もそのために闇の戦士を。アイメリク卿、彼女は暁の一員ではありませんが、エオルゼアを救いたいという思いを共にする仲間、何より私の大事な妹なのです。どうか彼女の治療にご助力いただけないでしょうか。断る理由があるものか。治癒士を手配し最善を尽くさせよう。彼女を神殿騎士団病院へ。院長のエーベル殿に事情を説明し治療に当たってくれ。責任は私が負うと伝えてくれていい。待って、あなたたちに話さなきゃいけないことが。闇の戦士はアシエンと結託してる。万神を討伐して回っているのも企みの一環よ。次はゼルファトルの地で万神ガルーダを再召喚させると言っていた。倒すためにわざとね。どうか万神ガルーダの最小感を、奴らの企みを阻止して。あの私他の賢人の皆さんにも連絡してくるです。サンクレット殿、病室までアリゼ殿に付き添っていただけるだろうか。毒を特定するために証言をお願いしたい。ああ、了解した。
よかった。無事だったか。そうか。万神ガルーダは完全な最小間に至らなかったのだな。これで、アシエンと闇の戦士の企みもくじけただろうか。ともかく、ここを脱出しよう。騎兵たちが退路を確保してくれているんだ。ああ、こいつは驚いた。まさか先手を打たれるなんてな。闇の戦士たち、あれ、あの子私の毒矢で仕留めなかったっけ。おかしいな。案内人さんよ、こいつはどういうことだ。まさか奴らのために時間を稼いだわけじゃねえだろうな。落ち着いてください。この様子ではどのみち万神ガルーダ最小間の準備は整いきっていなかったのでしょう。私たちは予定通りに到着した。しかし彼らの方がなお早かったというだけです。まずいぞ。私たちだけで彼ら全員を相手取るのは分が悪すぎる。どういうこと。兄弟、いや双子かな。よく似てるね。んじゃこっちの子も二度と私たちの邪魔できないようにお仕置きしとかなくっちゃね。やめておけジャルマル。あまり予定外を増やすと白方への野郎の作戦に支障をきたす。前回俺たちを取り逃がした甘ったれにしちゃ頑張ったみたいじゃねえか。君たちは本当にアシエンの協力者なのか。なぜ、目的は何なんだ。いいぜ、俺たちを出し抜いた褒美にその質問にだけ答えてやる。太古の昔、光たるハイデリンが力を増しすぎた闇ゾディアークを封じる際に共造の世界が生じたって話は知ってるか。ああ、ここが原初世界で他に13の共造世界があり、それぞれに光と闇の力が封じられていると。そうだ。そして俺たちはその共造世界第一世界の光の加護を受けし者さ。光と闇の力は全ての世界に平等に封じられたわけじゃない。俺たちの世界は特に光の力が強かった。故に俺たちは比類なき力を得て闇を払った。アシエンはもちろん俺たちの世界を脅かすありとあらゆる闇をな。その結果どうなったと思う。強くなりすぎた光の力が氾濫し、俺たちの第一世界は今まさに完全な無となりかけてるのさ。そんな話を信じろというのか。
ありえないとは言えないはずだぜ。お前らのよく知る異界ボイド、あれは闇の反乱によって無になった第13世界だ。俺たちは光の反乱から故郷を救うため、かつての旧敵アシエンと手を組み、この原初世界に渡ってきた。俺たちの故郷を救う唯一の方法は、この世界でアーダー、つまり霊災を起こすこと、そして次元の壁を壊し第一世界を原初世界に統合する。世界の統合？しかしそれは本当に救いなのか？統合された方の世界は、第一世界はどうなる？追加の質問はなしだぜ。正義の味方を気取りたいなら、指をくわえて静観してな。何も知らない甘ったれどもが。あなたも闇の戦士の仲間なのか？もう起きられるのかい？ええ、おかげさまで。迷惑をかけてしまってごめんなさい。あなたも先陣を切ってゼルファトルに乗り込んでくれたと聞いたわ。本当にありがとう。天罰は聞いてるわ。そちらは最小間を止めることができたの。闇の戦士たちがアシエンと密会しているところは、俺もアリゼー様と共に目撃している。しかし別の世界を救うために動いていたとは、そんな話信じられるのか？
逆さの塔で星の代弁者としてミンフィリアが語ったことともそう言わないように思える。全くの嘘ではないだろう。アリゼ様はどうして闇の戦士の追跡を？私は私なりにエオルゼアを知るため各地を旅していたの。暁や英雄の話は風の噂でよく聞いたわ。けれど最近別の気になる噂を耳にしてね。イシュガルド動乱の裏で各地の蛮神を倒している別の英雄たちがいると。それが闇の戦士たちだったということか。そして噂を追っていった君は闇の戦士とアシエンの関係を知った。ええ、その通りよ。しかし彼らが霊災を引き起こすために動いているとして、蛮神を召喚させあえて倒すという行為にどんな意味が？今蛮神を続けざまに倒された各地の蛮族たちは警戒を強め、より強い状態で蛮神を召喚しようとしてるわ。イシュガルドがニーズヘッグを撃ったことも彼らにとっては人への恐怖を煽る事実に過ぎない。みんな自分たちを守るために必死になってるのよ。力が力を渇望させる恐怖と憎悪の連鎖、粒子戦争と同じだな。そう、それこそが連中の狙い。アシエンが不安を焚きつけて蛮神召喚を促す一方で、闇の戦士がそれを倒して回る。力への渇望が連鎖して、いずれ既存の神では太刀打ちできないと悟れば、新たな神をも呼ぶだろうとアシエンは言っていたわ。見過ごせないわね。俺とアリゼ様の集めた情報によると、蛮神召喚に必要なクリスタルはアシエンにたぶらかされた人間の手で召喚者に提供されている。その経路を暴いて叩けば加速する負の連鎖を一時的にせよ止められる。それなら私はクルルと一緒にゼルファトルの追加調査に行ってくるわ。こちらも最近召喚が行われたというグナースの塚付近を調査し流通を洗おう。良いのですか、アイメリク教？アシエンとは父の剣で浅からぬ因縁があるからな。何より今や我が国はエオルゼア同盟軍の一員なのだ。この地に降りかかる脅威と共に戦う責務がある。ただ我々は蛮神召喚に関する知識に乏しい。可能であれば賢人殿の知恵を借りたいのだが。だったら俺がつこう。よろしくお願いしますよ、アイメリク教。私たちも行こう。蛮神召喚に関する動向を追っているウリエンジを訪ねれば別の糸口もつかめるかもしれない。待って、私も連れて行って。もう体は動くし絶対に足手まといにはならないから。アリゼ、君は。いや、共に行こう。それが君の見つけた道ならば。そのお言葉をお待ちしておりました。アリゼ様、お着替えの準備はバッチリです。
Thank you.
誰？あなたか。ごめんなさい、キャンプを勝手に抜け出して。この子がずっと冷えた視線にさらされてたから、少しだけ気分転換しに来たのよ。相変わらず反応はないんだけれどね。静かね。星空に吸い込まれそう。何かをなくした夜だって、こうやって更けていってやがて朝が来る。エオルゼアに来て旅をして、なんだかね、力は強くなっているはずなのに胸が痛むことが増えたの。第七霊祭の日、おじい様は命を懸けてこの地を守った。それに納得できる理由が欲しくて追いかけてきたけど、目にしたのは膨大な問題と翻弄されるばかりの人々。怒りもしたし、悲しかった。おじい様はシャーレアンに残した私や家族よりもこんな人たちの方が大事だったのかってね。だけど、おじい様が道を間違えるとも思えなかったから、霊祭の真実を探りながらずっと求め続けていたの。たくさん歩いて、いろんなことに出会ったのよ。興味を引くことや嬉しいことだけじゃない。理解できない人、腹が立つけどどうにもできなかった事件、やっと分かり合えたのに救えなかった命もあった。そんな時にね、ふと昔の出来事を思い出したの。霊災を止めるためエオルゼアに向かうおじい様が反対する父に言った言葉よ。助けられる人が目の前にいる時に我が身を案じて助けぬというのは怠惰というもの。それでは到底人として進歩的とは言えぬ。はあって思ったわ。私の求めてた答えなんてきっとそれだけのことなのよ。そしたら急に旅してきた道にいたたくさんの人たち、離れていたアルフィノや
ウリエンジェが恋しくなった。私ばっかり話しててなんだか恥ずかしいじゃない。ねえ、あなたの話も聞かせてよ。イシュガルトではどんな旅をしたの？千年の歴史をたどる旅か。それにしてもひどく個性的な仲間たちだったのね。主義主張も違えば、性格もてんでバラバラ。一筋縄ではいかなくても、仲間割れをせずにいられたのは、あなたの存在があったからじゃない？信じたからこそ、後を任せられたんだわ。あなた、多くの人に関わって、いろいろな思いを託されながら歩いてきたのね。そしてきっとこれからも、世界が明日を運んでくる限り、託されたものを携えて進むんだわ。光のクリスタル。光を憎んでなお捨てることはできませんか？俺たちの目的を達するために必要なだけだ。それで何の用だ？ラノシアに撒いた種、万神タイタン召喚の目が、かの英雄らによって摘み取られました。正確には、召喚こそ行われたものの、不完全だった。あれでは、さらなる力、神への渇望を煽るには不十分です。白鳳への野郎は何と？計画は続行。それだけです。くそ、悠長なことを。第一世界が無に返されるまで時間がないんだぞ。イシュガルドの平定に手を貸していた暁が本格的にあなた方の対応に乗り出した。しかれば、計画のさらなる難航は必定。フルスのことだからわかるって？過去の光を捨てられないのはどっちだかな？勘違いをなさらぬよう、私はあなたの今後を問うているのです。地にあまねく混沌をもたらし、崩壊の先駆けとならんは、闇よりいずる者のみにあらず。お気に召さないのであれば、ご自分の考えで動けばいい。例えば、その手でかの英雄を葬り去れば、危うい均衡を保っているエオルゼアの地は乱れ、破滅へと転落せん。お前、何を考えてやがる？助けられる者が目の前にいるとき、助けぬことは怠惰である。我が死の言葉であり、私の理念です。
あの余ったれどもをおびき出す。一気に肩をつけてやる。承知いたしました。死の言葉は今も変わらず胸にあれど、この手に一つの痛みもなく、全てを救う強さはない。ミンフィリア、皆さん、許せなどとは申しません。踏み出すたびに心裂けようとも、信じた道ならあなたは進むのでしょうか。ムーンブリだ。
知っての通り、20年前我らが故郷アラミゴは鉄の侵略者ガレマール帝国に占拠された。きっかけは長く圧政でアラミゴを苦しめていた暴君テオドリックを廃するための内乱、その直後の混乱を狙っての非常な蹂躙だった。しかし君もここにいる誰もがかつてアラミゴが領したギラバニアの地を残してきた同胞を忘れた日はないだろう。彼の地の惨状を想像してほしい。雄大な山々の間に同胞の命を捧げて築かれた鉄の砦が並び、呆然とした大地は乾くままに同胞の血を吸っている。残された国民のうち力と誇りを持つ者はむごたらしく殺された。力のみを持つ者は武器を握らされ帝国の増兵として異教に送られてそこで死ぬ。力すらも持たざる者は惨めにも侵略者に道の中央を譲り、あらゆる尊厳を奪われながら生きている。憎き総督ガイウス・ヴァン・バエサル亡き後、九段の新総督が赴任して以来弾圧は加速している。もはやエオルゼア諸国の助けを待つ時間はない。奴らは口約束を重ねるが利のない戦いと踏んで決して動きはしないのだ。地獄となり果てた故郷で今なお再起を待つ友のため、我々はすぐに立ち上がらねばならない。今度こそ革命を成すという覚悟を持って。さあ私と共に来る者は声を上げよ。その誇りにふさわしい力を与える準備が我々にはある。キラバニアの山並みに故国の旗を再び仰ぎ見ようではないか。誇りにふさわしい力か。いよいよ疑念が拭えないな。おや、あの二人は。嘘でしょ、二人ともどうしてここに。イダ、パパリモ、無事だったのか。驚いた、まさかこんなところで会うなんてね。賛同する者は部下と共に我らのキャンプへ。再会に浸るには場所が悪い。とりあえずここを離れよう。君の待ちわびている。戦う力のない者にも重要な役割がある。君たちの力を貸してほしい。
案内ご苦労。アラミゴ解放運動に関心を持つ勇士がいると聞いた。君たちのことで間違いないな。ええ、あなた方の活動に大変興味があるのです。アラミゴ解放軍は武器も数も帝国軍に劣っている。だからこそ仲間を失うだけの無謀な戦いは避けてきた。しかし鉄仮面殿の主張は異なるようだ。単刀直入に伺いましょう。あなた方はアラミゴ解放のために蛮神の力を使うつもりではありませんか？そのためにイシュガルドの密輸犯から大量のクリスタルを受け取った。我々の仲間がすでにその密輸犯を捕まえています。正直に答えてよね。そっちが影武者だってことも分かってるんだから。なるほど、噂に聞く暁のものだな。であれば隠し通せはしないか。確かに私は鉄仮面教の影武者だ。そして本物の指示を受け、この地でクリスタルを受け取った。しかしその目的は我々自身が蛮神を召喚するためではない。アマルジャ族と取引をしたのだよ。彼らが蛮神召喚のために欲しているクリスタルを与え、代わりにアラミゴ解放のための傭兵を借りる契約だ。自分たちが良ければ蛮神が召喚されても構わないってこと？めちゃくちゃだよ。そんな風に他の地域を傷つけながら革命を遂げたって、傷つけた誰かから報復を受けるだけ。それじゃいつまで経ってもアラミゴは解放されない。まるで綺麗事だな。そうやっておじけづくからいつまでも解放ごっこのままなのだ。暴挙の一つも犯す覚悟なしに20年成し得なかった古国奪還など不可能。テスカメン教こそ真に戦う覚悟をなさった革命者だ。クリスタルの行方について君たちの言葉を信じる根拠は？アマルジャ族の砦に乗り込んでもらうしかないな。運が良ければ神が降ろされる前に回収できるだろう。
私たちが隠し持っていることを疑うのなら、こちらでの拠点にしているキャンプまで同行し、調べてもらっても構わない。アラミゴ解放軍については少なからず知識がある。僕とイダでキャンプを調べに行ってもいいかな。では彼らをキャンプに案内しよう。もしやあなたが暁の英雄殿か。ああ、そうなのだな。鉄仮面鏡のもとにはかつてあなたに救われ、勇士に勇気づけられて聖戦に身を投じた者も少なくない。かくいう私も国営の森のクオーリーミルであなたのもたらした薬によって救われたアラミゴ人の一人。あなたはきっと覚えていないだろうが、多くのアラミゴ難民に代わり改めて感謝しよう。くじけた者を導いたあなたはまさしく英雄だ。どうか私たちの戦いを見守ってほしい。いつまで拗ねてるつもりだよ。言い返せなくて悔しいなら、あいつらに代わって君が解放運動の前線に立つかい。それは。どうあれ、鉄仮面たちの動きは長年停滞してきたアラミゴ問題に流れを生じさせている。その先端たる今この時の行動は波紋を描き、やがて対局を左右するだろう。そろそろ君自身の決断と向き合えよ。相棒からの助言はそれだけだ。行くぞ。
妙だな。祭壇近くだったのに警備が薄すぎる。どうやらアマルジャ族の怠慢ってわけじゃないみたい。よう、相変わらず遅すぎだぜ、甘ったれども。これは君たちがやったのか。しかし、なぜ。アシエンの野郎は相も変わらず万神討伐によって蛮族どもを絶望させ、新たな神を呼ばせようとしてるんだがな。俺たちはやめたんだ、そういう面倒なやり方は。何せ時間がないもんでな。この世界の光の戦士たるお前さえ殺せば、エオルゼア中を一気に混乱に叩き落とせる。第一世界の全ての命のために死んでもらう。お前らにリベンジしたいのはあいつだけじゃないんだぜ。させるか、カーバンクル・オブシダン。ああ、今度こそ仕留めてあげようと思ったのに。でもあっちの子はどうかな。アリゼ、問題ないわ。絶対に足手まといにならないって約束したじゃない。悪いわね、私出来のいい兄と違って頭より先に体が動くの。Ah!
備は終わりだ。余ったりども。さあ、そろそろ終わりだぜ。高速が解けた。どういうつもりだ。俺たちまで裏切るのか。私なりの手法に沿うだけです。そもそも裏切りとは、信じたものを破ればこそ。第一世界に住まえる者の魂をこの原初世界に送ることが本当の救いであると、あなた方は心から信じておいでですか。その声、まさかウリエンジェなのか。申し訳ありません。己が役目を果たすため、しばし闇に紛れておりました。ちょっとだけ本気で裏切ったんじゃないかって心配したじゃない。弁解は後でたっぷり聞かせてもらうわ。今のあなたは味方、それでいいのよね。ええ、無論です。何なりとご命令。止めて蹴散らしてやる。了解した。あいつら大技を仕掛けてくるみたい。だったら一つ提案があるの。あなたたちの力を私に貸して。あっちの技が発動する前に、みんなのエーテルを剣に集め、光の刃として一気に放つのよ。私一人じゃ刃の威力も構築するための時間も圧倒的に足りないけれど、一人ぼっちじゃないなら勝てない賭けじゃないわ。
急げよナユベール。ぶっ潰す。アリゼ、大丈夫か？カラッカラだけど大丈夫、みんなのおかげでね。勝敗は決した。お前たちにこいつは殺せない。さて、そいつはどうかな。俺たちもまだ終わるわけにはいかないんでね。俺たちがどうやって境界を越えこの原初世界に来たか考えたことはあるか？まさかアシエンの不死と同じ？その通り、アシエンが闇のクリスタルによって己の魂を次元の狭間に送り死を免れるように、彼らは光のクリスタルを持って魂を越境させる。ご丁寧な解説ありがとうよ。つまり俺たちもアシエンと同じように不死になれる。この敗北は終わりじゃない。待ってくれ。その方法を使うには元の世界で魂の器である肉体の死を迎えなければならないはず。ならば君たちは？そうだ、俺たちは俺たちの世界を救うため自ら命を絶った。光の戦士なんて肩書きを背負ってたからじゃねえ。最初はただ旅の中で出会ったやつに手を貸しただけだったんだ。そんな因縁がいつの間にか広まって俺たちは英雄と呼ばれた。多くの思いに背中を押され戦い続けた。ところがどうだ、俺たちが勝ったがゆえに世界は光の反乱で無に帰ると来やがった。
なんでだよ。そんな結末のために俺たちは歩んできたんじゃない。なあ、お前なら分かるだろ。分かるよ。世界をあんな風にしちまった俺たちは、俺たちだけは何があっても諦めちゃならないんだ。そうだよな、アルバート。この程度の痛み、死んだ時に比べたらなんてことはねえ。でも戦いましょう。遥かなる故郷の仲間にせめてもの救いが訪れるように。これほどの嘆きになお多くの犠牲を重ねるなど、我が死であれば、いえ私自身が認めない。今万事の意図をより新たな道を紡ぎましょう。あなたの光のクリスタルを掲げてください。さあ早く。ここは嘆きが聞こえる。愛しい子らの悲しい嘆きが。この声、まさか。ハイデリーよ、二つの世界の光のクリスタルを持ってあなたに力を返しました。今ならばできることがあるはずです。あなたの使徒を、ミンフィリアを解き放ちなさい。そう、私は聞いた。悲しい決意、心裂く嘆きを。私たちは救いたい。私は今度こそみんなを救いたい。第一世界の光の加護を受けし者たちよ。私はハイデリンの使徒、いわば光の調停者です。
私が第一世界に渡り強まりすぎた光を正しましょう。光の反乱も避けることができるはずです。ザレ事を今さら信じられるか。ハイデリンなど俺たちの祈りにも応えてこなかったくせに。ごめんなさい。ゾディアークがアシエンを返さなければ干渉できないように、ハイデリンも直接光の反乱を止めることはできないの。だけどあなたたちが弱り切ったハイデリンに力をくれて、その一部となっていた私がこうして使徒として切り離された。あなたの嘆きも祈りもハイデリンとして聞いていたわ。大丈夫、第一世界は決して滅ぼさせない。ウリエンジさん、ここまでみんなを導いてくれてありがとうございました。あなたについての報告を聞いたとき察しました。星の一部となることは星の力を得るのと同義。戦えない己を嘆いていたあなたがついに力を手にしたのだと。私はアシエンと接触した際に第一世界の事情を知った。そして深い悲しみを抱えた彼らを、我々の未来の姿かもしれぬ彼らを救いたいと思ったのです。苦悩の末に至ったのがこの答え。より多くのクリスタルの力を一堂に集めんがため、彼らを光の戦士同士の対決に導きました。己の選択に確信はあった。しかし同時にあなたが原初世界へ戻る可能性を永久に奪うかもしれない選択だとも分かっておりました。それではまさか最初から星の力を得たミンフィリアを第一世界に送り込むつもりで。私は優しいあなたを世界と引き換えにするのです。賛同を求めるべくもない身勝手な選択だ。私はあなたたちと共に歩むことで世界の強さや悲しさを聞いて感じて考えた。だからこそ今度は私自身の命を懸けて役目を果たしたいの。一人で行くつもりか。サクレット、いつもそばにいてくれてありがとう。父もずっと見守ってくれていたあなたにとても感謝しているはずよ。あなたにもらったあふれるほどの愛情を今度は私が誰かに分けに行かないと。離れていても心はそうしてつながるわ。君ならできるさ。まったくすっかり見違えたもんだ。
あんなに小さなレディだったってのにな。あ、あなたたちもハイデリンの中からずっと見ていたわ。暁の灯火を、希望の火を繋いでくれてありがとう。預かっていたルイゾワ様の名城トゥブシマティを、世界の真相も闇の脅威もまだ全てが暴かれてはいない。くれぐれも気をつけて、信じた道を進んでいって。我らの光のクリスタルは力を使い果たしたようだ。どの道打つ手がないのなら、信じてみるのがお前らしいのではないか。ハイデリンの使徒、お前を信じる代わりに一つ頼みがある。俺たちの魂も第一世界へ連れて行ってくれ。あそこには俺たちの冒険の全てがある。大事な故郷なんだ。甘ったれだったのはこっちも同じさ。だからこそ俺たちの過去にも等しいお前に伝えておく。重要なのは光か闇かじゃねえ、お前自身の意志だ。こんなことになっちまって言えた立場じゃないだろう。だが必ず掴み取れよ、俺たちとは違う未来を。送り出される側になるのはなんだか不思議な気持ちね。あなたはいつも困難な壁を乗り越え、未来を開いて帰ってきてくれた。だから私も役目を果たしてきます。いつかこの星を本当の意味で悲しみから解き放つ、その方法を見つけた時にきっとまた会いましょう。
なんだか懐かしいね。こうして暁の間にみんなで集まるのなんて、ムーンブリダのことがあって以来かな。だけどあの時とは顔ぶれが違う。残ったものもあの日のままじゃないはずだ。遠い世界で戦ってくれているミンフィリアを含め、ウルダ派での戦勝祝賀会で行方不明になった者は、これで全員所在がつかめたことになる。逃げ延びた雪の家で消えかけていた暁の灯火がやっとここまで戻ったんですね。ああ、そうだとも。だが暁の決明は元の形に戻るわけじゃない。私は粒子戦争を巡る旅で多くの友に出会い、支えてもらって知ったんだ。理屈ではなく己の願いに従って進むことを。これからの暁にも各々の願いと共にあってほしい。もたらされる結果が同じエオルゼアの救済であっても、そこに至るために選ぶ道や思いは異なっているはずだ。組織というより協力関係にある仲間同士というわけね。いいんじゃないかしら。私は引き続き世界の真理を求めて万神や古の神を調査するつもり。そちらの方面は任せてちょうだい。そのために引き続きあなたの力を借りたいのだけれど。そうね、私はシャーレアンから来た助っ人に過ぎない。自分でもそのつもりだったんだけど、今はこの地で起きている戦いを最後まで見届けたいの。ミンフィリアの親友としてもね。だから改めて暁の仲間に入れてくれないかしら。もちろんです。改めて歓迎します、クルルさん。ウリエンジェ、アシエンの調査は引き続きお前に頼っていいのか。我が意志は変わらねど、それは道理の通らぬこと。私はこたびの件で皆さんを欺き。おっと、それ以上はなしだぜ。ミンフィリアの決意に水を差すことになる。俺は彼女の残した世界を守り、その奥に潜むこの星の悲しみとやらを知らなきゃならない。お前がそのための頭、俺が手足、それでどうだ。拝命いたしましょう。それは確かに私が果たすべき責任です。闇を排すため散ったムーンブリダに報いるためにも。それじゃあ私たちはもう少しアラミゴ解放運動の様子を見てみるよ。今回のテッカメンとアマルジャ族の取引のこともあるし、アラミゴに赴任した新総督が危ない奴なのも本当なんだ。だから当然放っておけないでしょ。アリゼ、君はどうする？組織なんて嫌いよ、相変わらずね。
しい暁のあり方は悪くないわ。あなたもいるしね。ああ、できればアリゼ様もやめてよね。私はルーズワおじい様の孫としてここにいるんじゃない。それについては私も頼む。私が肩書きなどなくとも仲間に足る男だと思えたらで構わない。ではでは、私はアルフィノさんや皆さんがしっかり活動できるように受付としても経理としてもバリバリ腕を振るっていきます。ありがとう、タタル。君の思いも聞かせてくれないか。他でもない、君自身の思いを。なるほど、実に君らしい。行く手に待ち受ける困難が多くとも、この場所がエオルゼアに夜明けをもたらさんとする者が集う真の暁であらんことを願いましょう。共に戦った仲間、あるいはその手でくじいた敵、去りゆく者の魂をそれぞれが抱いて、魂を継ぐ者たちは歩みを続けていく。頼みがあるんだ。ミンフィリアに託されたっていう名城トゥプシマティ、それを僕に預けてくれないか。じっちゃんの弟子として悪いようにはしないさ。
ただ嵐の予感に備えておきたくてね。ありがとう。終わりは始まり。故に新たな物語を始めるには何かを終わらせなくてはならないのだろう。